はい、こんにちは。札幌占い美容師さやまがちの後藤です。今回はメンズのスパイラルパーマをやろうと思ってるんですけど、結構周りは切っちゃっていいんですよね。全部周りは全部ちょっと切って2ブロックっぽくして、で上の方にツイストパーマをちょっとかけて、こうかなと思います。でツイストパーマーもロットでかけるツイストパーマーなので、ちょっとから緩めなソフトなツイストパーマーをかけていきたいと思います。で時間はカット込みで1時間半っていう感じで、やっていきたいと思いますんで、時短のカットカラーですね、それをカットカラーじゃなくて時短のカットとツイストパーマーのちょっとやり方を見ていただければなと思っています。はい、ではちょっとやっていきたいと思います。はい、今ウェットしたんですけど、ここからカットしていくんですが、パーマはちょっとスパイラルパーマなんで、ちょっと実際このスタイルとは変えようと思ってるんですけども、バックの方がもうちょっとネープの方を切りたいということで、もうちょっとかぶさってる感じの方がいいということなので、バックの切り込みをちょっと強くして、サイドはかぶせる感じですね。そういう感じでちょっと切ります。でパーマはちょっとツイストなので、ちょっとこれよりはもうちょっと強いかなと思います。はい、まず2ブロックライン取っていくんですけど、かぶせる量が欲しいということだったので、ちょっとかぶせるところをちょっと残して、ツーブロックの短いところがあまり見えない方がいいということなので、あとツイストパーマがちょっと上からかぶってくる感じにバックの方したいので、つなげてバック切っちゃうと、ちょっと上からかぶるところなくなっちゃうんで、まあサイドもバックもディスポネになるかなという感じですね。はい、どうですか、普通回しますつぼになりください。でバックの方ちょい長めにするので、バック若干長めですね。サイドは結構短く切るんで、まあ僕ちょっと上から刈り上げちゃうんですけど、刈り上げ下からじゃなくて上から TR2 で刈り上げちゃうんですよね。上からこう下にやっちゃうんですけど、まあ、長さがないとちょっとツイストかけれないんで、あんま切りすぎちゃうとちょっとできないなっていうのが。で、実際にちょっと下ろして、もう周りはですね、まあ、僕の場合だともう R2 セニングでもう ノーコームでいっちゃいます。もうはい、まあ、ショーバルでちょっと毛先の方をチョップカット入れて、ちょっとぼかしてはいくんですが、はい、で量感も意外と大丈夫なんで、通常であればスクラッチカットを入れていくんですけど、結構量そんなにないんで、まあそんなに入れなくてもいいのかなっていう感じなので、ちょっとだけスクラッチを入れていきます。はい、こんな感じです。そぎはまあこの程度かなと思います。ちょっと重めがあった方がかっこいいんで、軽すぎるとちょっとあれなので、であとまあアウトラインちょっと重いかもしれないので、R2 セニングをまあベストコームで真横に引っ張って、そのまま縦手にちょっとパツパツパツって入れるくらいです。ほんと簡単です。全然これで問題ないというか、結構かかりづらそうなんで、カラーとかも一切してないので多分めっちゃかかんないはずなんですよ。なので、まあ、ロット設定もちょっと小さめでいこうかなと思ってます。はい、じゃないと時短ができないので、いろんなのあって、まあ、薬剤もうちょっとこだわってもいいんですけど、これ非常に分かりやすいっていうか使いやすいので、僕は使います。匂い大丈夫ですか？臭いですか？おならの匂いしますか？あれ前髪、左から右で、こっちからこっちですね。あ、右から左ですね。こんな感じ
で今日やるツイストパーマが、すごい昔なんですけどプレルツイストっていう名前なんですけど、プレルツイストっていう、パーマの巻き方っていうか巻き方っていうほどでもないんですけど、はいです。過去のブログとか見るとあるかもしれない、すごい何年も前ですけど、はい、プレルツイストをやっていきます。まずトップから巻いていくんですけど、かなり無造作に巻きます。プレルツイストはどういう風に巻くかというと、まあ、上から巻いていくんですけど、はい、タオルを使いながらしっかり乳液を使って、荷材を浸透させていきたいと思います。1剤が、ちょっとクリーム状なのでしっかり残留しやすいですから、乳液でしっかりこう中和をしていくような感じですね。これで大丈夫か、これ大丈夫ですか、はい、痛いとこないです。はい、でこんな感じでシャンプーをしていきます。はい、まああっという間に終わったんですけど、スタートしてからかな、まあちょっと喋りながらやって1時間ちょっと今かかってますねぐらいの速さで終わります。はい、でまあパーマはこんな感じなんですけど、まあゆるいツイストパーマです。あれ前はこっちだっけ、こっちですっけ。はい、でこのぐらいだとアレンジしてもいいかなと思います。ちょうどまあ苦戦乾燥でもいけるし、かかりすぎてないですし、ちょうどいい、ちょうどいいですよね、大丈夫です。はい、で全く関係ないんですけど、まあカットもこんな感じなんで、これ結構おすすめなんで言っとくんですけど、このちょっと眉毛整えたらいいかなと思ったんでちょっと整えようと思っているんですが、このヒゲとか伸ばしてないですよね。大丈夫ですか。このいろんなトリマー使ってきたんですけど、1万円ぐらいするやつ、あ1万円はしないか、結構高い4000円とか3000円とかやつよりもこれめちゃくちゃいいんで、皆さんこれぜひおすすめです。で結構僕消毒して使うので結構すぐダメになっちゃうんですけど、これ結構馬力があって中の作りが全く違うんですよね。このこれの中身がちょっと他の振動させるやつと違って丸くこう丸いのが回ってるんですごいパワーがあるんですよ。なんで1000円で買えるんで皆さんぜひこれ買った方がいいと思います。はい、でこれ眉毛今ちょっとこれからやるんですけども、結構産毛も引っかからないで取れるんで普段やってる感じをやります。じゃあ目閉じてください。結構脇を攻めるときは、T3 セニングっていうのがあるんで、両刃ですね、両刃セニングで、0度で攻めることができます。もうグラデーションでぼかしていきたいときは僕は、T3 で T3 の T はチップっていうんですけど、細かい削ぎできるので、結構今日はしないんですけど、すごいミリ数がもう3ミリ以下のぼかしとかも、T3 セニングがあるとめちゃくちゃ簡単にできるんで、ラインがまず出ないのですごい使いやすいですね。あ、やっぱり両刃のセニングってあんまりないんですけど、これはすごい使いやすい。で、結構高かったりとかするんですけどね。これはお手頃ですし、かなりいいかなと僕は思ってます。はい、スタイリングなんですけど30秒もかかんないですね。もうこの生乾きの状態に、結構好きなのがこのゴールドウェルのウルトラボリュームっていうこのワックスがあるんですけど、ワックスジェルですね、ジェルなんですけどベタつかないジェルで、ちょっと海外製のやつなんですけど、これ結構使えます。ゴールドウェルのやつ、これをつけて終わりなんで、もう10秒ぐらいですかね。あとはもう自然乾燥とかで大丈夫なんで、これをつけてシャンプーするみたいな感じにつけます。はい、
はい、シャップするみたいな感じにつけて、で前髪は最後の方につけないとちょっとつきすぎちゃうので、前髪最後の方につけて、であとはもう前髪を上げたりもできるんで、例えばこうね、上げないと思うけど上げないよね、上げたりもできるし、こういう風に上げて下ろしたりもできるし、別アレンジとしたら、あとはまあこう下げて、だ重めがちょっと良かったのかなって、重めじゃないとこの質感出ないので、ちょっとあまり好きすぎなくて良かったかなと思います。毛先を取りすぎちゃうと結構なんていうかな、パーマかけてもなんかこう毛先が薄いとかっこよくならないので、ちょっとこのぐらい重い方がちょっと、かっこいいかなって思います。だからセットもこんな感じで、もう何もしなくて大丈夫なので、どういう風になってるかっていうとこういう感じになってます。今はもう10秒でできますよ。これで後ろ見れますか？どうですか？もうこのぐらい刈り上げるって最初言ってましたもんね。で横はちょっとここがもうちょっと乾くと、ここがもっと隠れてくるっていうかあれなんで、このぐらいになってますね。はい、そうです。こう練りがちょっとあって、ちょっと大人っぽい感じになるかなと思います。次はで鉢のところを外羽にかけてた理由としては、この辺にちょっと遊ばす気がやっぱこう できるので、ちょっとこうシルエットが変わるんですよね。ちょっと鉢が潰れて見えたりとかして、なのでちょっと鉢を潰してかけることに、ありがとうございます。鉢を潰すことによって結構内巻きだけだとやっぱりちょっと重くなっちゃうので、セットがしやすいんですよね。その鉢を潰した方が、お客さんが内巻きだけだとお客さんが自分で潰したりしない目なので、よりやりやすくするには潰してあげる、パーマで。そしたら本当お客さんつけるだけでもうスタイリングができるんで、より楽かな。あとウエイトが落ちるんですよね。外羽に巻くことによって重さが上にドンって上がっちゃう内巻きよりも、外羽にかけることによってウエイトが下がるので、ちょっとこう顔が小さく見えたりとかします。なのでちょっとそういう効果があるので、まあ、いいかなと思います。眉毛も変わったし、結構放射して結構一瞬で終わりましたよね。そんなかかってないですですね。これでじゃあ終わりたいと思います。こんな感じでした。はい、終わります。ありがとうございます。